フォートナイトのお時間だ。新アイテムガラクタ裂け目が実装されたぞ霊夢。早速使ってみましょ。今日は随分とマップの端に降りるんだな。新アイテム全然落ちてなくて切れそうになったので端に降りてじっくり探す作戦。レアリティが紫だけだからな。エアストライクの時を思い出す手に入らなさ。性能もなんとなく似てるしな。爆撃できるの。ゴミが降ってきます。マジで私もゴミ降らせたい。なぜこんなにゴミを降らせることに前向きなのか。新アイテムはいつでもワクワクさせてくれますからね。それじゃあ新アイテム探して今日もやっていくのぜ。やっと見つけた。落ちてない時は全然落ちてないよな。5000年くらい探しましたね。体内時計バグってるのかな。早速ゴミの雨降らせて地球環境を破壊しよう。地球環境は破壊しないでください。新アイテム見つけてウキウキ気分でスケボーアクロバティック。さっさと敵を探してください。私のスケボーが盛大に吹っ飛んでいったな。痛い。なんでちょうど近くに敵がいたみたいだな。私がスケボーで転ぶ恥ずかしいところを見られてしまった。一部始終観察されてたんだろうな。残念ながらあなたは生かしておけないわ。その記憶もろかも消えていただく。恥ずかしいところを見られた事実をもみ消そうとする霊夢。観測者がいなくなればなかったことになる的なやつでお願いします。残念ながら私が見てます。じゃあマリサも消そう。帰り討ちで現地のチリにしてやろうか。冗談だからチリにはしないで。そして満を持しての新アイテム。唐突に使ったな。これで潰れてしまいなさい。ガスにもしてないな。なるほど、振りを覆すのは自分でやりなさいってことですね。こういう状況は普通に戦うしかないようだな。この新アイテムどういう時に使うのがいいんだろ。やっぱりこもってる時に上からズドンが効果的なんじゃないか。なるほど、最後の1個はそんな感じで使いましょうか。公式の PV ではロボット壊すのに使ってたな。正直わざわざロボットに喧嘩売りたくないわ。ロボットの処理は貧乏く時間は否めないけどな。気が向いたらロボットの処理にも使ってみたいですね。大ロボット戦も考えなきゃシーズン X は厳しそうだからな。ロボットは運営のカゴを得てますからね。そんなこんなで敵を撃破。相手がドラムショットガンじゃなかったらとっくにやられてたけどな。コンバットショットガンを拾えた幸運に全力で感謝であります。焚き火で回復している人を発見。黙々煙が出てるな。ここまで来たけどここからどうしましょ。ここまで来ててお駒根くんじゃねえ。よくよく考えたらこういう状況苦手だったわ。せっかくだから新アイテム使ってみたらどうだ。最後の1個はここって時のために取っておくんだよ。そう、長引きすぎだったのでカット。いつの間にかスナイパーにも目をつけられてる。こんだけ長引けばな。これが竜歩戦術です。多分違います。あんなところに1キルが歩いてる。倒す前から1キルとか言うな。まだ2キルしかしてないからキルしたい。キル数がしょぼい焦りからか残りの弾薬を全く確認してないレイム。絶対に逃がさないわよ。前段打ちつつ勢いだな。ちょっと、私のキルだから取らないで。あの敵大人気だな。人気者を撃破。こっちに飛んでくる敵を発見。対空攻撃だ。撤収されても近づいてくるな。度胸ありすぎでしょ。おい霊夢こもりそうだぞ。ここが使いどころと見た。アサルトで釘付けにしてからこう。さあぺしゃんこになってしまいなさい。今ので当たらないの。意外と範囲は狭いみたいだな。どうするよ、もうほとんど物資ないよ。手持ちが今降りてきたみたいな貧弱さだな。そこで頭塗り込んでるトリケラトプスが当たってれば。なんか哀愁が漂ってるな。とにかく最後まで戦おう。まだ負けたわけじゃないし頑張るのぜ。どうにか張り替える隙を作ろうとツルハシを振り回す霊夢。ツルハシはどんなに振り回しても無用ですからね。なんかすごい節約生活みたいになってきたな。もやしと水で生き残るくらいのタフネスさが今の私には必要なのよ。回復もアサルトの玉もないしもやしもないくらいの貧乏さだけどな。じゃあ水と光だけで生き延びよう。それはもう植物の領域です。正直この状況でのできることの少なさに絶句してる。もはや見学に等しいくらいだもんな。ここもアサルトの玉あれば攻撃するんだけど、11発は無駄にできないからな。新アイテム探しとストームに追われてる時間が長すぎた。結構探し回ったのに全然落ちてなかったからな。しかも2個ともダメージ与えられなかったし、骨折り損だったな。こうなったらコンバットで気持ち負けずるしかない。10くらいしかダメージ出てないけど今でありがたく感じるな。ここで切り札のアサルトを使う。アサルトを切り札とかいうのここくらいだろうな。これがオリジナリティの芽生え。正直勘弁してほしいです。切り札を使って弱らせた私の獲物が、とどめ刺す手段もないし諦めろ霊夢。一旦下まで降りないと落下死が怖い。資材も少ないしな。チャンス。痛い、もう一人いた。全員ストームに追われて一箇所に固まってるな。
この打ち合いに全てをかける。ストームの外が見えない。あー、ストームでキル入った。残りライフ1、シールド3。かなりの接戦だったんだな。勝ちたかった。次こそビクロイ取るのぜ。よし、もう一戦行くわよ。2戦目もひと気のないところからこんにちは。早速ガラクタ裂け目探しましょ。普通に人いるな。まあいい、今日のところは見逃しましょう。倒す気満々に見えましたが。何のことやら。まあいい、今日のところは見逃しましょう。普通に当てれなかったと言ってください。当てれませんでした。素直でよろしい。さっきの敵を倒しに来ました。紫コンバットアザフス。足音的にこのすぐ下か。ほとんど来たことがないから建物の構造がわからない。どうするんだ。わからないものを考えてもしょうがない。とりあえずぶっ壊そう。立てこもっちゃったな。こんな時にガラクタ裂け目があれば、敵が使った。そしてまさかの自滅。私が追い込んだから実質私のキル。ゼロキルのままですよ。マリサのケチンボ。私に言うな。エピックのケチ。その後移動するレイム。移動中の記憶がない。気のせいだ。それより敵がいるぞ。張り切って戦え。よっしゃ、ゼロキルのまま負けるわけにはいかないんだよ。上取られた。屋根で妨害。トラップ、ここ私の壁じゃない。一個受けた。まさかのトラップの差し合い。出ていくところを冷静に攻撃。危なかったわ。動画内でトラップまともに使えたの初めてかもな。動画外でトラップキルは何回かしてるんだけどね。ボツになったけどな。なんでボツにしちゃったのよ。他に見どころがありませんでした。あ、はい。あっという間に残り5人の終盤戦。敵がガラクタ裂け目をしよう。私が血眼になって探しても全然見つけられなかったのに。奥でも1個発動してたな。気軽に使っちゃって、その罪番死に値する。まずい、ロボットだ。完全にロックオンしてたな。ミサイルの性能おかしいでしょ。1発当たっただけで50も持っていかれちまったな。本当に感電してください。他の人が壊してくれたみたいだな。感謝感激雨あられですね。何言ってるかわからないけどそうだな。絶対あのヤグラがロボット乗ってた人だ。なんか足音聞こえた。気のせいか。そんなことより今こそガラクタ裂け目の使いどころじゃないのか。攻撃されて出られないようね。届けば直撃もありえるぞ。最後の一個のガラクタ裂け目よ、届け。肩が弱い。しかも敵が来てゴミが落ちるところは見られず。絶妙なタイミングで来るんじゃないわよ。怒りの八つ当たり。ガラクタ裂け目に連発だ。贅沢に使ってきたな。敵どこに行ったの。衝撃波で吹き飛んで落下死したみたいだな。ガラクタ裂け目使うとき自爆しがち。今日2回目だけど多分たまたまだろ。ここからじゃ当たらないわね。ストーム持ってるし移動だな。移動中に救援物資を開封。意外と余裕あるのな。向こうは絶賛戦闘中みたいですけどね。だからこそこっちに気が回らないんだろうけどな。絶好のタイミングまで待ちましょ。今がその時。予想以上に当たったな。奇跡的に敵の建築のタイミングと噛み合いましたね。そして再び移動だな。絶好のチャンス。アザッス。これで残り2人だな。ストームがかなり移動するから忙しくなりそうね。資材が若干心もとないかもな。時間ありそうだからさっき倒した人の資材回収しよう。この状況での資材切れは悲しいもんな。あの時拾っておけばよかったってなりますからね。そこそこ潤いましたね。これだけあれば大丈夫だろ。あの小屋の上まで足場伸ばしたい。結構遠いな。近接センサーグレネード。さすがに崩されちまうか。奇跡的にまだ繋がってる。位置取りもかなり有利だ。これはいけるぞレイム。ガンガンプレッシャーをかけていこう。アサルトぶっぱ、真夏のゴミ捨て場の香りを添えて。確かに嫌な匂いではあるけどな。ここで原発買うのか。温存してたのかもな。キャッチする前に倒したい。よしこれであと一人。足場崩そうとしてるな。危ない。ギリギリで上をシュ。このまま上をキープし続けたいですね。死に物狂いで取ったしな。全然余裕で取ったし。何を撃ってるの。なんか見えないものが見えてるのかもな。何それ怖い。そろそろ足場伸ばしましょうか。ミスった。何してんの。こうなったら撃ち合いよ。成し遂げたぜ。ガラクタ裂け目どうだ。ロボットに有効なら嬉しいって感じかな。うまいことロボットのメタになってくれるといいな。
最後にいただいたギフトを紹介させていただきます。いただいたのは妹のダブですね。赤丸三条さん、ありがとうございます。大切に使わせていただきます。というわけで今回はここまで。よければチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。